さて、今日のモンストやっていくか。今日はインターネット共有がちゃんとモンストの画面と分かれてる。かぶってないぞ。でね、覇者の塔が来たんで行きましょう。最初は適当でも勝てるよって書いてたんで適当に行こう。適当だ。スタミナも93あるんで適当に上から順に借りていこう。多分ね、俺の中で一番使いやすいメンバーがこの状態なんですわ。ルシファーとかね、反射型なんでね、画面端に詰まったりするんで、画面端の相手に届かないんでね、このメンバーでいいかなと。うわ、本当だ、ゴリ押しできる。弱すぎる。これはなんか何もしなくても敵が勝手に溶けていくもん。何も狙わなくても。何も考えずに打ってもこうやって倒せると。えげつないな。16ぐらいからやばくなるらしい。それまでは、うわ、一発で終わる。卵こんだけ出て、この卵たちどうしたらいいんだろう。どこで使えばいいんだ。あれかな、貯めておいて交換枠に使えばいいのかな。今鳥が出た。トラ？まあいいや。ロイゼの大冒険は一瞬で終わりました。経験値 1.5 倍。バステと X にね、学習の実がついたんで。2階、ピョンピョンっていきますよ。これもしかして延々と簡単な回をクリアするだけの動画になるのかな。ここで適当にするんじゃなくて、ちゃんとこの辺で練習してちゃんとね、勉強しておいた方がいいかもしれない。これだと多分こうなるよっていうのをね、左右にしか動かないよっていう、ダメージボールの練習とかね。一瞬で解けるな、ほんと。難しいのは20回ぐらいかな。分からんね、初めてやるから。初めてじゃないな、2年前も何回か行った気がする。5、6回もっとか、10回以上は上がった気がする。途中でバステとか運極になって行くのやめたんだったかな。違うわ、途中で期間が過ぎたんだ、全然やってなかった。そう、これ長押しするとね、なんかそのまま続きでシュッといける。だな、このスタミナ5しか減っていかないこの微妙な長さが嫌だな。延々とひたすら 1,2 分で終わる作業をする感じか。多分きっとね、きっと15回ぐらいからヒーヒーすると思うんだ俺。みんな上についていくな、上についていくな。やめて、誘拐しないで。どうすればいいんだ。コンコンコン、いけるな。これは全員に耐えたりできるよ。この辺かな、全然違うかった。
わあ、ほらまた難しいのか。いやあ、あ、終わった。この青じゃない、緑の玉じゃない、もう一個上の玉は普通の宝箱から出ないのかな。ただの丸い玉じゃなくて、もう一個上の獣人化するときのやつ、獣神なの獣人なの分からない。あ、また長押しするの忘れた。ちょっとね、漢字がね分からないんだよな。進化と進化だったり、進化と神化だったり、どっちやねんとかね。あ、みんな神化って言ってるけど、読み方は進化だし。3DS のところにひらがな書いてたんで、進化、確か進化と進化、マジかって思って、神化じゃねえのかよ。次、獣人か獣神かわからないけど、どっちやねんって。まさか獣神かなんて言わないでしょ。ああ、倒しきれなかった。この辺のモンスト用語がわからないんでね、なんか間違ってたらコメントとかで教えてくれるといいな感じですわ。あー、挟まってもうた。おいおい、勘弁してくれよ。勘弁してくれよ、ほんと。行くね。このサクサクはどこまで続くんだろう。この辺取ってないんだから全然進みなかったんだろうな、きっと。何これ、かわいい。何この子、何この子。おい、見せろ見せろ見せろ。おい、長押ししてんのに通信中になるんじゃない。お、なんかあるぞ。こっから急に強いのが来だす。こんなレベル低いところでフレンド枠のマナーを全部使ってしまったんだけど、大丈夫かな大丈夫かな。多分行けて10回とかまででしょ、きっと。みんなも今頃無心でやってんのかな。もうね、12時で開始して早々でやってるので、12時13分か。あ、そうだ、上のやつカットするから、どっちにしろ誰もわからないので、この時間は。すごいな、ペシペシペシだけで全部死んでもはや、このマナとかいう化け物。あー、出れない。ここか、倒しきった。卵出せー。え、この人誰か進化素材じゃなかった、じゃあ神化素材じゃなかった、知らないんだけど。クリア報酬5個、何をもらえた。しかもこんなレベル低いやつ。6回になった。スタミナが10個必要になった。スタミナ10、マナが消えた。どうしよう、マナ出しで、マナなしでいけるのか。大丈夫、まだ他にもパンドラとかルシファーとかいろんな人がいてくれてるから。あ、ログイン99以上経ってきたわ。さすがにフレンドからとしか
2年前に多分同じくらいに始めた人がいたんだろうな、一緒にやろうみたいな感じだったけど、俺が速攻で辞めたから、つられて辞めた人も数人いるんだよね。画面発信、この人なんだろう、赤い人、なんとかエル、ミカエルとかそんな感じ、ミカエルと会ってた。電子系でなんとかエルって多いね。なんでラファエルとかガブリエルとか。そういう神話でもあるのかな。ご存知ないのですかとか言われるかもしれないけど、そんな知らないよ、そんな神話とか興味ないよ。 FGO のなんとかで、アムロナミエよりこのこれがなんとかツイートしてるけど何かわかんねえみたいなツイートに対して、ご存知ないのですかとか言って、そんなんも知らんのですかとか言って、なんかツイートがいっぱいあったらしいけど、知らねえから一般人はっていうね。そんなことを思った記憶があるぞ。ワクワクの実を食べてない人は使わないんで、ちょっとこのこれ勘弁して、何このあれ、しかも非限定にしてた、そら出ないか。じゃあ強いなんで、レベル1とかはやめてほしいな、あれは嫌がらせかな。友情のやつは自分で設定できるわけだから、とりあえずなんか自分で強そうだと思ったやつを家取ってくれたらいいんですよ。これ何入れてたかな、一番身がいい身のついたルシファーを入れてたはず、フレンドは。あれーあれー、当たった、よかった。全く何も気にせずに行って、当たってない、もったいない。あれ、このヘビ知ってるぞ、どっかで昔飼ったことあるぞ、何かの神化素材じゃなかったっけ、このヘビ。経験値、経験値150しかくれないの、これ全然無意味じゃないか、これ増えてない。そういうやつなのね、これは。まあまあいいや、次強い人なんとかやる、何やるだ、ラファエルだって、使わせてもらおう。なんとかエルさん全部強いんでしょ、弱いなんとかエルさんいるの。なんとかエルさんは属性限定ガチャからしか出ないらしいからね、持ってないんだよな。属性限定ガチャを引くまでの、まずそれよりもっと強い限定を引いてからじゃないと属性限定までいけないっていう。せめてマナーを引かないと、せめてマナーを引いてからじゃないと属性限定に行けない。ミスってるし、だってまず
まずは属性限定行く前にあるでしょ。マナを引く。でマナ引いた後は次は水の限定に行かないといけない。水が全然ない。超獣神祭で人か神か分かんないけど、超獣神祭でマナとノストラダムスを引いて、ノアみたいじゃない、ノアいらねえんですよ。なんでノア出るの。ストライクショット、やった、出た、ノア。マジかよ、ふざけるなって。別ゲーのノアはすごくいいのに、なんでこっちのノアはこんなにひどいんだっていう。こんな感じでマナとノストラダムスを当ててからやっといけるんですよ、属性に。で次に行く属性は水を引かないとね。水が全くいなさすぎて、 いないことはないんだけど最前線じゃないんだよな。これはなんだ、魅力。あ、魅力っていうのも強いらしいね。そうか、劇の方も引かんとだね。劇のね、劇の誰だったかな、弁天さんだったっけ、わからん。なんとかっていうあの光のやつと、この魅力っていうのを引かんとダメだわ。あー、属性までまだいけない、属性にいけないよ。属性に行くまでの時間が長すぎる。このゲーム確定ガチャがないんでね、確認してもあんまり意味がないんだよな。確定じゃないから当たらないんだよな。欲しいキャラが当たるまでとかやってたら、それこそ破産するんだよね。ちょっとずつ当てていくしかない。全く無課金の友達はね、パンドラを当てずに1年耐え抜いて、マナが当たってもうパンドラとか出番ないしとか言ってた。マナがいればどうということはない。それなりにね、キャラクターを育てていれば、強キャラがいなくてもいろんなキャラで、汎用キャラでどうにかなるんですわ、とその友達が言ってたね。とりあえず汎用キャラを全部育てろと、全部育てろ、誰が強いじゃねえや、全部育てろ、全部育てたら使い道があるんだ、どっかに。貫通制限ってやつ、あれキーンって。ああ、ということで、とりあえず全部育てていってますよ。もうすぐしたら SAO コラボあるんで、引いていきますよ、ちゃんと。そう、 SAO コラボでガチャで、フレンドガチャでこんだけあるんですわ。もしかしたら運極、このフレンドガチャだけで作れるんじゃないかっていう、ね、そんな気がする。今回はフレンドガチャからもあのキャラたちが出ますって書いてたんでね、マジかよ、やったーって思いながら。誰がさ、これ欲しいんだな、このキャラ、なんて名前だったっけ、名前が出てこん。あ、キスキルリラっていうのが欲しいんで。でもこれ光限定なんですわ。光属性限定なんで、もう一人なんとかエルもいるんでね。そこも引きに行かないといけないけど。どっかでね、半年に一回ぐらい、あの属性どれか選んで、
1体プレゼントキャンペーンみたいになるんで、それでどうにかしよう。まあ当てるのは水だけ、水誰でもいいから水をよこせって。誰でもいいんで、上位3人の中の1人くらい誰かくれって。あーずれてる、よかった。ミロクってのとノスアダムスとダルータニアンだったっけ、あと ラファエルとかあの辺の誰か1人でもいいんでくれ。何このキツネ、かわいいよ。もう無理。このキツネかわいいな。このキツネ集めようかな。パスクリア、キツネ。全然違う、なんだお前。なんだお前、どっから湧いた、そんな敵いなかったじゃないか。お、あと2回ぐらいで出す、終わりかな。スタミナも15、あと1回で終わりじゃないか。さあこう、これが欲しい。これダルタニャンか。ダルタニャンとラファエルさんと、これはラミエル、知らん。ラミエルさんも、じゃあ欲しいな。で、ノストラダムスさんがいないぞ。まあいい、まあいいや。最後は、じゃあ自分のキャラより、20ポイントとか書いてる方がいいのか、これ。ポイントが高い人の方がいいな。10ポイントと20ポイントの差は何なんだろう、これ。何回も一緒に行ってるかどうかの違いなんかな。まあいいや。すごいな、 L ばっかついてるぞ。 LLL って。あれでしょ、きっとワクワクミンを飲んでるに違いない。 L だけを厳選してたらやり込んでるな、すごいな。いやでもきっとワクワクミン飲んでないんだよな。なぜか俺6個も持ってたんだよ、ワクワクミン6個もあるからね。ちょっと誰かを L にしようかな。確か L1 個だけ持ってた気がするんだよ、ワクワクミン飲まず。これいけるか。ああ、2頭打ったらダメだったな、やっぱり。雑魚たちのね、卵がボックスを圧迫するんだけど、このボックスどうしたらいいんだろう。圧迫されたボックスを、俺のカレーを返せ、俺のカレーを返せって言ったのかな。カネ、カレー、どっち。カレー食べたいな、お腹空いてきたの。12時じゃないか、カレー食べに行こう。近くにスキヤとかあったでしょ。なんて言った、化けて出てやる。怖いな、最近怖い夢ばっか見るんだよ。勘弁してほしいんですけどね。お、金の弾も1個。こいつは見れないんだな、ここで。お、経験値が増えてる。こんなとこか。イベントミッション増えたかな、これで。
あ、イベントミッション全く増えてないわ。イベントミッションしないとな。